マドラス大学インド二代目、首相ラーダークリシュナンは、当校の卒業生である。マドラス大学は、インドのタミル・ナード州チェン内にある大学である。チェン内の市内に、チェーパウク、マリーナ、ギンリ、タラマニの4つのキャンパスがある。1857年9月5日に、インド立法議会の法律により設置された。ムンバイ大学及び、コルカタ大学と並んで、 インドの最も古い三大学のうちの一つである。2004年に校歌の研究室がすべてアンナー大学に移行した。ロンドン大学を班として組織されており、50を超える学科で多様な専攻の研究教育を行っている。また、多くのカレッジがマドラス大学に所属しており、付設研究所も43存在している。マドラス大学の有する 歴史的建造物である議事堂は、チェン内の代表的建築物の一つである。1869年に建てられた、この議事堂は、マドラス大学の中で最初に建てられた建物であり、インドサラ専用式と、ビサンティン様式とを見事に調和させた、名建築家、ロバート・フェローズ・チゾムの傑作である。老朽化に伴い修復を現在計画中であるが、 150万ドルの資金繰りが難航しており、工事開始の目途は立っていない。ありがとうございます。